ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、ジョギングをしながらゴミ拾いを行う新しい形のフィットネスを広めている時田栄一郎さん。今日はこれから2キロから3キロジョギングしながらゴミを拾ってきます。それでは頑張っていきましょう。おー、オーケー。落ちているゴミを走りながらキャッチするスウェーデン生まれの新しいスポーツ、プロギング。スウェーデン語で拾うを意味するプロカップと英語のジョギングを掛け合わせています。あ、いいですね。町にも地球にもいいことができて本当良かったです。思ったよりも楽しかったですね。すごくいい経験になりました。時田さんの幸せの種とは。大学時代にワンダーフォーゲル部に所属していまして、日本国内であったりですとか南米ヨーロッパのいろんな山々に登っていた中で、何か自分が自然に恩返しできることがあるかなと思いまして、目についたのがどこにでも落ちているポイ捨てゴミでした。そこでプロギングを始めたのがきっかけです。2019年、仲間30人ほどで始めたプロギング。今では様々な企業とコラボするなど、全国で年間およそ8000人が参加するまでに成長しました。時田さんが未来に咲かせたい夢。プロギングが日本国内であったり世界でもっともっと広がって、自分自身が気持ちがいいから行うフィットネスとして、社会貢献と言わない社会貢献として生活の一部、ライフスタイルへと進化浸透させていきたいなと思っています。新しいフィットネスでゴミがなくなる世界。あなたの幸せの種は今どこに？